はい。皆さん、こんにちは。エイダです。いやー、それにしても、腹減ったな。いや、まあだから、ご飯作るんですけどね。うん、空腹は最高の料理のスパイスだと思います。というわけで、今回作るのは、味シリーズ、もう最後かな。いや、まあ、作るかもしんないけど、また。ですね、味、ご飯を作りたいと思います。じゃあ、早速、始めていきましょう。まず用意するのは、こちら。味の開き。まあ、干物のやつですね。こちら、うん、一匹分？一匹っていうのかな？まあ、いいや。用意します。ですね、まずはこれに塩を振っていきましょう。全体にまんべんなくかかるように振っていきます。裏面にもできます。ちょっと塩がなじむように手で押しましょう。軽くでいいです。まあ、アジはこれで準備は完了です。次行きましょう。はい、というわけで、こちらフライパンに、サラダ油、小さじ1杯分入れて、熱しております。まあ、フライパンが十分温まったらですね、先ほどの塩を振ったこちらのアジを、中火で、焼いていきたいと思います。ああうん。大丈夫。このぐらいなら。まだ、許容範囲というやつだ。うん。大丈夫。ああ、崩れた。ああ、目玉がなんかもう散々だな、おい。食えりゃいいとは言うものの、そろそろいいかな。では一旦火を止めてですね、なんかもう見るも無残な感じに。もうこの時点でいい匂いはするんですけど、まあ、うん、我慢だ。もっと美味しいものが食えるんだ。はい、というわけで、とりあえずこれは後で取っときます。うん、使うんでね。そりゃそうだ。さあ、それでは、ご飯を用意しましょう。こちら、お米。お米2合分。入れます。続いて調味料を入れていきましょう。まずはお酒入れます。お酒小さじ1杯入れます。小さじ1。続いてこちらは、醤油です。醤油は大さじ1杯入れます。で、お水。まあ2合なので2合の目盛りまでお水は入れましょう。で、調味料と水を入れたら、お米をちょっと平らにしてですね、先ほど焼いた、こちらのアジを入れていきます。これで完全に火は通りますね。それじゃあ、通常通りに、こちら炊いていきます。では炊けるまでしばしお待ちを。はい、ではお米がね炊けるまでに薬味用意しましょう。薬味はこちら大葉5枚用意しました。これを千切りにしていきます。まあ、この茎を落として千切りにしましょう。こんなもんですかね。でですよ。まあ、あと、ネギ、あと、生姜、あと、みょうがを用意していくんですけど、どうせあれでしょ、皆さん。俺がまた、ね、スーパーで買った、すでに刻んであるネギ買ってくると思ってんでしょ。その通りだよ。でもね、今回、いいものを見つけたんですよ。スーパーで。これ。いや、薬味セット。ほら。ね。もうネギも、ほら、生姜も、あと、これ、みょうがも、もう全部刻んであるんですよ。すでに。それが一つにまとまってる。なんてお買い得。しかも 20% 引きだった。はい。というわけで、まあ、ちゃんと切りたいって方はですね、そうだな。ネギは、3分の1カットほどの長さのやつを、小口切りにして、みょうがは1個のみょうがを半分にして、その半分だけ使ってですね、それは薄切りに。生姜はですね、一かけらでいいです。で、それを千切りにしてください。で、まあ、ネギと、みょうがと、生姜とこの大葉で、薬味は、準備完了です。大葉切っただけだったな。じゃあまあ米炊けるまで待ちましょう。さて炊けたようなので開けます。おー、いい匂い。あー、いい匂い。じゃあまずはアジを取ります。これはアジのエキスが染みてますよ。ではですね、このアジを骨とか取り除いてほぐしておきましょう。骨ってどうやって取るんだろう。これでいいのかな。おー、ペロッと。あっちあっちあっち。こんなんでいいのかな。まああとはほぐして。このように、骨とかを取り除いて粗めにほぐしてですね。で、ご飯に入れます。続いてこちらネギ、生姜、みょうが入れます。そして、まあ、混ぜ込んでいきましょう。あー、超うまそう。こんなもんかな。で、混ぜ込んだらですね、よそっていきます。では、よそっていきたいと思いますと。で、最後に、大葉を、ちょんと乗っけてですね。はい、これで、アジご飯の、完成です。美味しそう。はい、というわけで、完成いたしました。こちらが、味ご飯です。でも、初めて食べるかも。そういえば。ご飯とアジの塩焼き、手はあるかもしんないけど。これは初めてかな。じゃあいただきまーす。ちょっといい感じにカメラに映したい。どうですか？ああ。難しいな。これでいいかな？よし。いただきまーす。むせた。うほ。うまい。おいしい。おー、これは。やっぱ、アジ、塩焼きはいいね。ご飯にもそのやっぱアジの旨味が染みてて、またね。あ、あ、文句ないわ、これは。おいしい。もうね、大葉もちょうどいいアクセントになるし、これは美味しい。やべえ、ご飯超進む。あ、やっぱ塩焼きとご飯を別々に食べるのとは違う、これは。これはいいですよ。さて皆さん、いかがでしたでしょうか。うまい、この一言に尽きる。さて、もう今回でとりあえずアジは一旦終了ですかね。またなんかアジ作るのがあれば作りますけど、次回からは野菜シリーズが始まります。乞うご期待。というわけで、今日はこの辺で。以上、エイダでした。バイバーイ。